はい。はい、持って行って。どうせこっちから来るっしょ。と思ったら C か。あぶねえ、クソイムしたけど大丈夫。で、2発あるからこれ。ADS です、こう。はい、お疲れさ。で、こう行って。はい、いや、いいね。いや、結局この腰打ちが刺さるかどうか。はい、これ腰打ちね。はい、バレてるけど。はい、これね。ナイス立ち回り。はい、ナイス立ち回り。いや、B 取られたか。だるいな。で、こっちから来るかな。はい。はい、あ、これ、やっぱ腰打ち強いよ。はい、腰打ちワンパン。で、多分こっからいっぱい来るから、これ持っていって。はい、熱っよ。はい、どうも、ザラダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3。早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日、急遽アップデートが入りまして、個人的に、まあ、武器調整はね、もう入らないかなーって、まあ、入ったとしても、ちょいちょい小さなバグ修正のやつ程度かなって思ってたら、なんと本日、がっつり調整が入ってて、しかもね、実況者泣かせなね、タイミングということで、まあ、もともと今シーズン、MW2 武器に大幅な武器調整が来てて、まあ、すでに動画で、MW2 の武器調整来たよーって、けど今更かいな、ありがたいけどみたいな動画撮ってるんですが、それにプラスアルファね、さらに今回 MW2 武器に強化ということで、いやすでに取りだめ動画がね、ちょっと矛盾とかが発生しそうな内容があるから、いやマジで勘弁してほしい内容があったりとかするんですけど、まあとりあえず今回の武器調整見ていきましょうか。こちら、はい、 MW2 のトラウマ、 MW2 ショットガンが MX ガーディアン以外すべて強化されております。まあ MX ガーディアンはね、クソザコモッドが、先週追加されたから、まあそれで我慢しろってことなんですかね。でまあ全体的にショットガンで強い射程距離とかダメージ調整がね来てるんですが、まあ一部を除いて、まあ別にまだまあ MW3 ショットガンの方がね、まあ性能いいかなって感じなんですけど、一つだけ MW3 をね、同じ枠の、シリーズショットガンの中で超えてるのがあり、それがですね、こちらブライソン800ということで、はい、こちら MW2 ショットガンでも結構荒れましたよね。はい、一応こちらね、強化項目が、近中ダメージが34から42のプラス 24% 増加、さらに中ダメージも25から 30% 増加、最大ダメージ範囲が 3.3m から 4.1m で 23% 増加、近中ダメージ距離が 5.8 から 7.1m に強化ということで、まあ普通にというかめちゃくちゃね、威力も上がり射程距離も上がり至れり尽くせりなね形なんですけど、まあこいつがですね、例えばまあ最長バレルをつけてみて、でまあチョークでも一番射程距離伸ばしましょう。でおなじみのストックなし、そしてもう一個がブライソン800と対をなすような存在の武器6と680、これがいわゆる MW3 ショットガンのね、ポンパクションショットガンなんですが、同じような形でね、まあ最長バレルつけて、まあチョークも同じやつ。はい、これでまず見ていくと、MW3 ショットガンの方は威力82に対して、射程距離 3.3m、最小ダメージ射程距離も 21m と少なめですね。はい、その点で今回強化された MW2 ショットガンブライソンくんは有効射程距離 5.4m、最小も 35.6m 高いですね。で威力が120、110とめちゃくちゃ高火力で、連射速度とかもね、実はこっちの方が勝ってるということで、普通に優秀です。ダッシュ後の射撃速度もね、こっちの方が実は高かったりとか、機動性もね、ほぼ変わりないので、まあ、単純な性能だけで見たら、こいつの方が強いんですが、実はこれちょっと落とし穴があって、実は連射速度に関しては、MW3 ショットガンはね、専用のアタッチメントで上げられるんで、実は連射速度は MW3 ショットガンの方が強くなってます。まあ、こんな形で実は6と680、連射速度がめっちゃ遅いんですよ。その点こっちは、ダンス持ってこの連射速度なんで、ちゃんとまあバランスは取れてますよね。だから久々に、お、スレハ、まともな調整したや、みたいなね。いやけど、それでも、まあ、ぶっちゃけで言うとね、このブライソンの、この射程距離とこの威力はね、頭おかしいです。普通にだって腰打ちで適当にぶっ破したら、こいつの方が絶対強いんで。てか、110って何？リクレイマーとかめっちゃ低いし、6と300泣いちゃうよっていう形で、ブライソン800、マジで頭おかしいことになってます。ということで、まあ、あれはしないと思うんだけど、今更ね。今更ショットガンがまた荒れて、うわーってなるとは思わないんですが、まあ、何があるかわかんないのがね、コールオブデューティーなので、早速こちらちょっと使ってね、いろいろとやっていこうかなと思います。ということで、これからはですね、こんな形の COD に関する動画、いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、参りましょう。よーし、では早速、こちら、スキッドローで、ショットガン使ってやっていこうかなと思います。で、カスタム構成は、こちら、ブライソンチョークの 40% アップの、ショットガン拡散が落ち着くやつですね。射程距離は、ま、別に上げたところで、まあ、誤差の範囲内だったので、しっかりと、ま、ペレットのチョークでね、まあ、ワンパン範囲をしっかりと上げていこうかなと思います。まあ、10メートルぐらいまで余裕でワンパンだったので、まあ、体力150ゲームとは思えない性能をしてます。まあ、ちょっと初期拠点取るか。で、今回コンセプトは EMP グレネードを持ってきました。まあ、どうせ敵はね、クラスターとか合います。B に置きまくるから、それをねしっかりと抑えるプラス、
あっぶねー。あとガーディアンも持ってきたので、それもちょっと B に嫌がらせねしていけたらなーということで。あ、もう待っているな。はい、うわー、反応したじゃん。弾出てねーのそれ。いやー、たまにあるよな。まあけど一応ダッシングの射撃速度は一応6680よりも速いとされてるので、はい、これね。であと一人いるはず。右か。あ、あーだよね、いるよね。いやー、もう二度見しちゃったよ。ほんとにいると思ったんよ。まあまあまあけどいい感じ、味方が打開してくれたら、でかいでかいでかい、俺の屍に超えてくれるだけでそれでありがたいんです。はい、これ取った後こう見ていって、でどうせここから来るから、あ、いない。これアルファ取っていいよね。それアルファ取りましょう。はい、取ってない、オッケー。で多分敵は C 取ってるんで、オッケー。まだ全然ショットガンの見せ場作れてないっすね。まあけどやっぱこのマップはもうショットガンマップってのもね、みんな周知の通りなので、早速頑張って使っていきたいところあるんですが、あー、お前ふざけ、あぶねー。ナイスレネッティ。よいしょと、これ持っていっといてからの、B 取るか、C のこっち押さえるか、悩みどころですね。まあ、どっちにしろショットガンここ抑えられるからな。はい、これ持っていく。レネッティ最強、ガーディアン。で、ただ、投げも飛んできたらめんどくさいから、これトロフィー置いとくわ。いけるかな、これ B。いけるんじゃね？味方も多分いってるから、これ、あ、どこ？外周オッケー？マジ？いやー、壁抜いてこいとしてんな。オッケーオッケー、ナイスクラスター。フッといく。フッといって、テルミットここから通す。はい、でかい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 。これでかいよ。はい、テルミット。はい、テールミッド。はい、テールミッドで、多分こっちから来るから、はい、なあ、もうそれ本当にクソイムした。最悪、マジで。いやいや、けどこれ B 取れたでしょ、さすがに。なんで俺そんなクソイムした。なあ、ナイスナイスナイス。これもひたすら B にクラスター置くだけの簡単な作業をと見せかけての、はい、はい。これやっといて、はい。はい。はい、持っていって、どうせこっちから来るっしょ。と思ったら C か。あっぶねえ、クソイムしたけど大丈夫。で、2発あるから、これ。エリス、はい、お疲れ様さ。ターバーサで、リロード UAV で、ガーディアンどこで出すか悩むな。これクセイムしたけども、やっぱ打開できてるもん。うん、それだけでかい。お前は、なんでお前どこったね。いや、ずっと警戒してやがった、あいつ。マジか。まあ、けどこれ B にガーディアン置くか。結構熱い試合になってますね。なんかワンサイドゲームなるかなと思ったけど、全然そんなこともなく、はい、ナイス。で、これはガーディアンをこっちに向かって置いた方がいいかな。はい、これで OK。で、トロフィーも出しといてガーディアンを防ぐと。完璧ムーブですわ。で、こういって、はい、いや、いいね。いや、結局この腰打ちが刺さるかどうか。はい、これ腰打ちね。いや、これ強、待って、死ぬー、分かってたよー。負けた、アルファ取れるはず。いや、これやっぱ腰打ち強いよね。明らか。6と68マルじゃ、マルじゃ持っていけないところとかあるからさ。体感でちゃんと強さ感じてますね。で、多分こっちから来るから、こういって、あ、こっちから来るパターンやな。オッケーオッケーオッケー。で、後ろから来るで、はい、こう持っていく。いる？上上がったパターンやな。オッケーオッケー。で、ガーディア破壊されてる？よね？はい、バレてるけど。はい、これね。ナイス立ち回り。はい、ナイス立ち回り。いや、B 取られたか。だるいな。で、こっちから来るかな。はい。はい、あ、これこれこれ、やっぱ腰打ち強いよ。腰打ち強いよ。ちょっと当てとく。ははは。嫌がらせ。はぁ、待って、お前なんでそこ突っ込んでくんねん。マジかよ。めっちゃ強気やな。まあ、けど、しっかりと B 打開ができる、コンビネーションの、ちょっとキルストリークが溜まったんで、適当に投げ物を投げる。怖いから、クラスターあったら怖いから、これやっといて、ガーディアンで、ここ置いとく。はいはいはい、押さえつつ、来いよ。これ一応10メートル射程くらいかな。まあ、いいや。ここで一回クラスター出しとこう。で、トロフィーも出しといて、こっちが来るかな。来てない。はい、B 取ります。はい、これ、完璧。来いよ。で、ここでこの、待ち方やばいっしょ。左にクラスターとガーディアン置いといて、俺はここの待ち。やばすぎんご。が、俺は、とつる。なぜなら、待つことが嫌いだから。はい、素晴らしいよ。スパスイ。いや、それは、いるな。はい、詰めてきたところ、こんにちは。誰か、アドバンス UAV 出してくれてありがたいものの、はい、オッケー、ADS すればオッケー、この通り。待って、ガーディアンやられたが、ここで角待ち。まあ、B の上やな。とりあえず殺しに行くか。はい、はい。B の上、はい、お疲れ様さ、タバサ、上から、イエーイが、ナイスキル。いいね、これちょっとアルファ。まだ、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 ちょー、やばいって、シャーザク。やめて、シャーザク。はい。はい、これ。ははは、シャーザク、ほんまに死ね。はい、腰打ちワンパン。で、多分、こっからいっぱい来るから、これ持っていって、はい、熱いよ。いや、普通、あ、待って、いるわ。いやー、惜しい、これ、あったなー。いや、ディロキャン、めっちゃダブルタップリロキャンとかっていう、このイニシエの技、めちゃくちゃ久々にやったけど。熱よ。ローやったんかな、これ体力150やったんかな。いや、150であれワンパン普通に強えよ。腰打ちでこれは。普通にぶっ壊れの部のものですよ。いるな。はい、これね。で、多分、お前、いやー、シャーザクのために武器切り替えたのがちょっと裏目に出たな。あのシャーザクもういないかな。あ、いなさそう。 V トールあるから大丈夫そうやわ。オッケー、これ V トールあるから確実に勝ち申した。けど味方抜かれてる。角待ちいるかな。
はい、お疲れい、リロードと、オッケー。いや、いいね、味方 V 取る出してくれたから、A はこれで守れるが、C も守れてる、でかいよ。これ B だけ行けば OK やな。はい、いや、久々にスキッドロードやってるけどさ、ショットガン。普通に楽しいんだよな。これいるよね。ナイス。ここクリアリング。クリアリング。おい、そう、超激怒、超激怒。ナイスナイスナイス。はい。ここでガーディアンをこっち向き出すか。はい。出しといて。いや、やっぱスキッドローって言ったら、ここのガーディアンがほんとベータの頃から印象的ですよね。ずっと使ってたわ。で、はい、腰打ち。で、もう、シャーザク、お前ほんまに。じゃ、オッケーオッケーオッケー。これやっといて。待って、手前から来るか、これ。ヒソーサーザルか大丈夫。2体は絶対持っていける。待って。オッケー。ライバルナインくん、ちょっと待って。ユーボンライン。こっちが来んな。持っていくじゃん。で、一発あるから、このファントムバレットにかけるって思ったけど、来てねえな。オッケーいるね。リロードしといて見せかけて。にゃー負けるんかい。多分こっちから来るよね。来るか下やな。下の、はい、これ、いや、腰打ちやっぱ強えな。ガーディアンを、ここに置いとく。嫌がらせ。はい。で、からこっちからエントリーさせません。下行くか、びっくりした。おい、お前。うわーめっちゃ下打たれた。まあまあ、ショットガンを下打っていいっていう、なんか、COD の法律あるからな。致し方なしではあるが、あるが、おい、多分これ中から来るな。はい。これ、あえて走らない。ゆっくりピーク、腰打ちくん。は？誰が投げてくれ？これ、フラッシュバー。待って、C めっちゃおるやん。はい、シャーザク。おい、シャーザクそれワンパンちゃうんかい。さっきのさ、フラッグに何発か弾吸われたか？いや、普通だったらワンパンだよね、絶対。普通だったらワンパン案件なんですが、ダメでしたよと。さあ、186ポイント。普通に C 取るか。はい、トロフィー出しといて。で、多分これ取った後、多分私たちの元に来るはず。はい、これをね、腰打ちにしばくこの優越感。よくいるけど。ネネッティ案件。で、こうパーって上がって、はい、スラキャンで上がって、はい、クリアリング、クリアリング、いない、はい、適当にガーディアンオンライン。おい、ちょっと、プレイヤーが近くおったら OK 変で言ってるやんけ。はぁークラスターどっか置いてあがるし。はい、ということでね、ダッシュ12という形でめちゃくちゃキャリーしました。いや、普通に強えわ、これ。全然強えわ。なんか、エイディスした時、それワンパンじゃないみたいな何回かあったけど、けど、腰打ちのそれ、あ、ワンパン安定して持っていけてるっていう感じは、ほんまに成長しましたね。マジでずっと、あ、これワンパン落ち着いていけるわ。あ、これもワンパンいけるわ、みたいな形でね。もうなんか手に取るようにワンパンが取れる形の、武器でした。まあ、6と680と比べてね、まあ、どっちの方が使いやすいかって多分人によって変わってくると思いますが、腰打ちのね、とっさの打ち合いのワンパン力に関しては圧倒的こいつの方が、上なので、まあ、ぜひそういったところでね、この武器、ブライソン800ですね、まあ、MW2 の頃めっちゃ使ってたわーって人はこちら懐かしさを感じてね、使ってみてください。はい、ということでこれからはですね、こんな形の COD に関する動画いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通常登録にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あ、これ 10m ダメなんだ。いや、 10m いけるんよ。はい、こんな形で10メートルしっかりといけるんでね、ぜひぜひ皆さんこちらの武器使ってみてください。